そう、今回は滋賀にあるナミシャンのお店ムームーピンクに行くためさくらと二人旅です。何も考えずにチケットを取ったら、こだまの自由席を取ってしまいました。長い長い3時間の旅が始まりました。絵本したりとか、もうひたすらおやつ食べたりとか、ちょっと YouTube でアンパンマンを見たりとか、そんな風に過ごしていました。とにかくよく食べました。さくらが寝ている間に私はお団子でちょっと休憩です。かわいいね。全部ピンクだよ、さくら。全員集合した。してる。やっほー、さくら。決めた？お買い物？どうぞ。ありがとう。楽しかったよ。楽しかった。空がめっちゃ綺麗。ね。さくら。あ、いくらじゃん。よく。可愛いね。
スハードハマってる。オイラのアンパンマン。オイラのアンパンマン。